静岡市清水区にある東海大学附属静岡商業高等学校中等部。先月2日間にわたっての文化祭見学祭が開かれました。中学校のお友達とかと久しぶりに会えたり、あと友達のダンスが見れて楽しかったです。普段食べれないものをいっぱい食べれてすごい楽しかったです。一生の思い出っていう感じなんですかね。はい、マジでそうです。クラスや部活動などの仲間たちと作り上げる文化祭。しかし以前から課題となっていたことがありました。生徒たちの思い出の1ページ文化祭、一方でこのように大量に出るゴミが問題となっています。文化祭が終わると残るのが大量のゴミです。模擬店のコップや皿、展示での装飾など大量のゴミを処分しなければなりません。華々しくこう装飾をするんですけれども、まあ、ひとたび見学祭が終わればゴミになってしまう。で、まあ、その量もかなり大きな多くの量になってしまうので、まあ、そこに、まあ、生徒たちも教員の方からも少しこう疑問というか、どうにかできないかなっていう声が潜在的にまあありました。毎年問題となっていた文化祭後のゴミ、このため生徒会はゴミを再利用しようと考えました。青色のゴミ袋が紙ゴミを入れる袋、そして黄色が缶とか瓶を入れる袋に分かっています。そして透明なこちらの袋が燃えるゴミを入れていくっていう袋なので、分別をよろしくお願いします。文化祭では準備の段階からできる限りプラスチックを使わず紙を使うようにしました。そして製紙会社の協力で分別された紙ゴミを回収し、トイレットペーパーへと再生します。本校で行われる文化祭でたくさん紙ゴミが出てしまうんですけど、今年は青い袋に紙ゴミを入れていただき、そちらを後ほど回収してリサイクルに、コアレックスさんと共同でリサイクルに出させてもらうというものになります。基本的に装飾のために使うものは紙製品のものを使ってもらうようにして、最終的にリサイクルにつなげていけるようにといった形で素材を選んでもらっています。加工はとてもしやすいので、紙の方が装飾がとてもしやすいです。紙を使うことでリサイクルができるので、それを考えて紙を使っています。2日間にわたる文化祭も終了。在校生や来場者合わせて2000人以上が文化祭を楽しみました。装飾は剥がされ、書道パフォーマンスで使用した和紙も畳まれ、再利用されることになりました。クラスのものもらうよ。あ、これ新聞紙。そして生徒会によって分別作業が進められました。すごい。もう本当に僕この日のために3年間そぎ込んできたと言っても過言ではないくらい結構かけてきているので、もう毎日お祭りでもいいくらいの気持ちで僕は取り組んでいます。残ったのはトラック2台分、150キロから200キロほどの紙ゴミです。トイレットペーパーへのリサイクルよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回の見学祭で出た雑紙はトイレットペーパーに、私たちコアレックス新へリサイクルいたしますのでお預かりいたします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。これらの紙ゴミは
富士市の製紙会社へと運ばれていきました。ここ富士市に本社を置く製紙会社コアレックス新鋭。ここは原料になる古紙を、集めて、仮置きしているところになります。古紙 100% トイレットペーパーを作る場合にはコピー用紙ですとか、牛乳パックのような上質な古紙を使うのが一般的なんですけれども、この工場では雑紙といわれる、可燃ごみに含まれているような紙ごみですね、こういうものを中心に、原料として、製品を作っております。一般的に文化祭のごみなどをリサイクルするのは難しく、焼却されてしまうことが多いといいます。しかしこちらの製紙会社では異物を除去しやすくさせる独自の方法を確立していて、さまざまな紙ごみのリサイクルを行っています。文化祭のごみはトイレットペーパーへと生まれ変わります。トイレットペーパーというのは二度と再生できない紙です。ですので、最終製品としてですね、再生紙のトイレットペーパーをお使いいただきたいというふうに思っております。紙のリサイクルの未来というのは若い人たちがこれから支えていただけるというふうに思いますので、若い人の、このような活動は非常に、ありがたく感じております。ゴミを減らし再利用する文化祭での取り組み、中学高校時代のこうした経験が将来にわたってゴミを減らし地球の環境を守っていくことにつながるはずです。